サッカー部入ったの？いや、サッカー部なかった。ないのかい。ってなった瞬間に打ち合わせになったなーってタイプで飛び入り前でもう大乱。今日ね、初収録です。初収録、はい、はい、YouTube を始めようと、はい、水内武のオフサイドギリギリ。オフサイドギリギリ、はい、まあ、ブログと同じ名前なんですけど、はい、まあ、このネーミングをつけたのはルナシーの J さんですから。あ、そうなの？そうだよ、もうずいぶん前だけど。ほんと？そうそうそう、オフサイドギリギリなので、オフサイドトークはどうなるか分かりません。まあ、小原さん基本ギリギリか出てるかどちらなんで。まあね、大体出てるから、出てるからね、出やすいから。俺たち出やすいんで、はい、今日ご飯を食べながら、はい、おもてなししながらちょっといろいろ話を聞いていきたいなと思うんで、はい、よろしくお願いします。お願いします、はい、じゃあ、小原、はい、今シーズンもお疲れ様でした。お疲れ様でした、なんで始めたのさって。サッカーも無理やり、俺一人っ子で全然友達の輪に入れなくて、両親がこれはダメだと、なんかやらせようって言って、もう手引っ張られながら泣きながら入れられて、それがたまたまサッカーなんかどっか当たって入っちゃったの。みんなナイスって来るじゃない、うん、それで友達いっぱい作れるんだみたいな。なるほど、それがきっかけだったから。それ何年生？これもう1年生なる前ぐらい、ちょうど学校入る前ぐらい、幼稚園、うん、園長さんとか、うん、あ、じゃあ結構早かったのかね。早かった。でも地域が、まあ、横浜の、ね、うん、幸福でサッカー盛んなんだよね。そうだね、大体あの時代だったらリトルリーグだったんだけど、はいはい、あの辺は結構サッカーが多かったかな。横浜の名門駒林、うん、ね、横浜市では優勝とかしたからね。そうだよね、うん、うん、でまあ同い年じゃないですか、うん、で同い年だけど、まあ俺は全然もう泉区、まあ、昔戸塚区、うんうん、読売ランドでやるさ全国大会、はいはいはい、あれに出る大会とか知らなかったの。あ、そうなんだ。でもテレビでやってるじゃん、うん、どうやったらこれ出れるのかなって思ってたけど、結局俺らは出れないってことが分かって。そうそうそう。小学校どんな選手だったの？俺ね、やっぱり足が速かったから、うん、やっぱりもう一人でガーッて抜いてって、だからね、1試合で12点とか。マジで？うん、取ってたよ。やっぱりあの相手はあんま強くないから。そっかそっかそっか、もう独走しちゃうから。そうそうそう。やっぱ足はやっぱ小学校速かったってのは武器だったね。ああ。俺らでも小学校の同級生だったら、あの岩本テール。そうそう、岩本テールをね。うん。この間あったけど。あ、そう、うん、相変わらず負けなかった。相変わらず、あと有馬、有馬県、有馬県、今ファジアーノ岡山監督になってね。俺が小学校の頃は駒林と大体その本郷、 FC 本郷が大体決勝戦で当たって、ね、全然勝てなくて、最後の6年生の時に初めて勝ったのかな、ミスターで、うん、横浜市で優勝して。すごいじゃん、タイトルじゃん。だけどその後、厚木のさ、ゴールカウンターと GP ね、めちゃ強いね、うん、体が違うし、はいはい、もうね、なん 5-0 ぐらいで負けたのかな。その時のキャプテンが俺高校の旭高校のキャプテン。あ、そうなんだ。あそこ強かったね、厚木ゴールカウンターズね。で、今ほら中学に行くわけじゃん。中学行ったら部活じゃない、我々の時代は。部活、中学でもやってないよ。でも俺ね、中学の2年、今考えた後悔してるのはね、うん、俺やっぱ結構、ね、そこそこ有名だったのよ、小学校の頃、はいはい、横浜で、うん、俺日吉じゃない、はいはい、日吉、慶応あるじゃない、慶応中学から実はね、うん、来たの、サッカー部に来てくれ。そんなのあるの、慶応中学校？あるの、あるの、俺も知らん。地元だからね、うん、おそしたら来てくれって言って、でもやっぱ友達でやりたいじゃない、うん、中学そのまま、だから断ったんだけど、今考えたら行っときゃよかったの。いや、行かない、行かない、よかったじゃない、今のまあ、どっちで辞めさせられたんだろうさ、ね、ところが、本を読みなさいって渡されたのが三浦和さんがブラジル留学してたの、うんうん、本なんですよ、中学生、うんうん、でそれ見た時にこういう方法もあるんだなと思って、じゃあサッカーやっぱりやりたいから行ける高校もないしブラジル行きたいって言ったの。ああ、俺も言った、やっぱりロベルト本郷のね、うん、そう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 、キャプテン翼、ロベルト本郷の影響、まあ、キャプテン翼が行くっていう、翼が行くっていうのもあるから、ブラジルはなんとなく変に身近だったよ、うん、そうそうそう、だからブラジル行きたいって言ったの。そしたらダメだと、はい、お前一人一個何にもできないから、うん、って言ってたら、たまたまその先生のおじさんが島根、うん、に全寮制で高校生も少ないから選手権出れるチャンスも多いくなるから、うん、そこに行ってやっとけばいいじゃないかって言われて、うん、寮生活とか一人でいろいろやんなくちゃいけなくなるから、うん、その後ブラジル行けばいいじゃないってなって、はい、じゃあ行くわって言ったの。島根まで行って、島根まで全寮制で、全寮制で高校入学して、はい、サッカー部入りました。入りました。サッカー部入ったの？いや、サッカー部なかった。ないのかい。ないんだよ。それもう騙されてるんじゃない？騙されたわけじゃない、本当にないというか、あるいはしたの、でも一人しかない。なるほど、サッカーはね、あの一人でできないね。一人できない、うん、一人しかいないって衝撃じゃない。そう、それで何人いるんですかって言って、俺だけだけど、それサッカー部じゃないですよね、うん、で俺もサッカー部あるって言うからこの学校入ってたのにないから、うん、しょうがないって言うみたいな、
でその先輩とじゃあ募集しましょうよ。そしたら20人ぐらい、やっぱやりたい人いたんだ。と理由はちょっと違ってるけど、最初ほんと厳しい学校で夕方になるとシャッターが閉まっちゃってさ、脱走するわけよ。サッカー部はさ、グラウンドがなかったから、市とかで借りるじゃない、グラウンド、総合グラウンドで。だからそこまで外出れるわけ。うん、そういう理由でシャバに出れる。シャバに出る。え、それ1年生でしょ。1年生部員辞める人も当然いるだろうけど、うん、2年生ぐらいだったら試合とかできるかったの。いや、1年生の時に俺が監督兼選手で、副兼選手いないから。へぇ、で、もう本当にボールも蹴れない。人しか蹴ってないから、人もね、うん、人蹴るのは大体ボレーだからね。そうそうそう、どっちかってボレーは上手いかもしれない。ちょ、練習試合したいですねっつって、いろんな高校に電話かけるわけですね、先輩の。そしたらどこもやってくんないの、やっぱり危ないから。オタクの学校はちょっと、あ、だから1校だけやりましょうって言った高校があって、クローズみたいな学校でさ。え、クローズ、クローズ全部ガラス割れてる。そこがやってくれることになって、でもいいじゃん、試合できれば。向こうの制服着たまんまサッカーしてる人たちがいるから、あれは遊んでるだけだなって思うじゃん。で、次終わったら出てくるのかなと思ったら、そのまま制服でみんなで学校ユニフォームが制服じゃなくてね。でも、え、これでサッカーすんのと思ったら、スパイクを履いてる。こんな頭でさ、ボカンとかボカンとかでさ、あんななってやってるわけ。ピーってなった瞬間に、うちの先輩がダダーッ走ったりってビビリ。お前でもう大乱闘で、授業時代みんな降りてる。あ、アウェーで、これはやばいと。だけど、すごい強いわけよ、やっぱりエリートだから。あ、こっちの方はね、エゴンドーチャンピオンがいるわ、極真からってのなんかチャンピオンがいるわ。めっちゃ強くて、あ、真っ赤が倒れてってさ、勝ったぞーって言ってんの。勝ったぞって言って、ボール1個覚えてない。まあ、なるほど。そう、これが1試合目、うん、本当にもうやめようって学校、うん、泣きじゃくってもう僕はやめますって殴られるかなと思ったけど、みんなが謝りしてくれて、先輩もうちょっと頑張るからもう一回やってくれて、うん、それからみんな真面目になってやってくれて、まあもちろん真面目に試合したらね、最初22対0とかだんだんそれが減ってって、うん、最後引き分けた時は練習試合でみんなで抱きついて泣いて、うん、俺もう研究されてて3人がかりぐらいでマークされてた。おすごい、ビタッと。え、その時高校のポジションはどこなの。俺ね、もう全部バーッドリブルしてって、一人でバーッと抜いてって、うん、パーッと最後出すとか、うん、そういう役だったの。へぇ、1対1だったのかな。で、PK まで行って、いや全員入れたわけ、向こう。で、俺5番目だったの、高校高校の5番目。全員入れるわけよ、うちの選手、向こうの選手で、俺、じゃあ最後外すわ。じゃあ、5対4で負けたとこ、さあ、5人目だもんね。5人目で、俺も泣き崩れて、だからこんなにみんな高校から始めた人ばっかりなのに一生懸命やってくれたわけじゃん。で、俺やっちゃったよって言って、泣いてたらみんなが来てくれて、いいよ、岡野でよかったよって言ってくれて、お前のおかげなんだよって言われて、なんかあれがちょっと感動したかな。へぇ、高校は、まあそれで終わり、大学は日大行ったわけ。昔の大学サッカーって推薦と特待生しかサッカー部になれなかった。学校にもよるけどね。そうそうそう、一試合。そうなんだ。俺がそう思ってて、あ、もうダメだと思って、でサークルとか募集してるじゃないですか、帰ってた。そしたらたまたまパッて見たら、サッカー部のテストあります、はい、テスト、テスト、おお、じゃこれダメ元で行くしかないな。それ見なかったのもやってないのに、うん、行ったの。60人ぐらい来てて、60人だから2人しか受からない。60人で2人シャッフルして試合するじゃない、はい、で、いろんなで、俺が4点取ったのかな。おお、たまたま。そしたら終わった後に先輩が来て、うん、合格だと。俺とゴールキーパー、体育学科だったから授業で 100m を測るって授業がある、はい、それ出ると単位がもらえるので、俺知らなかったよ。バスケットシューズで行ったの。ああ、それ伝説の話ね。動きやすい。じゃバスケットシューズバイクだよ。え、それ何、一般生徒も陸上のスパイクを使ってやって履く走るんだ。みんなもかあ持ってるわけ。で、俺だけ持ってなくて、はい、でそんな走んのかな。でも陸上部はサッカー部はちょっと足が速いイメージあるから、うん、一緒に走ってくれないって言われた、うん、速い方がやりやすい、はい、で、やったら分かっちゃった。陸上部、うん、スパイク履いてる陸上部、うん、そしたら10秒7とか何か言ってるから、えって俺つまさへんなと思ったんだけど、10秒台はすごいね、うん、で、俺がアルゼンチン大好きでマラドーナ好きでずっと見てたらカニーヤ、カニーヤね、うん、カニーヤ長いね、うん、めっちゃかっこよくてさ、発音って速いの、はいはい、それも10秒7だった、確か
アーセナル 100m。 ああそう、だからこのプレーできんじゃねえかっつってそこからビデオでさーって研究してプレースタイル変えてた。おお、まあフォワードでこうグワーってやるようになった。で田村さん相手はさスルーとかするじゃないの、昔なんかバックパスとか平気で、まあキーパー取れるしね、うん、それでもこうなんてやるじゃん、それ全部俺追いついちゃう。だから6点です、重なっていくってことね。へえー、まあでもそういう運の持ち主だね。なんか何で取っちゃうもそうだけどさ、強運というかね、まあ、たまたまなんだけどさ、そんな引きつけるところがあんだな。そしたらネリギラ買って、本当に久々に関東 AB っていう感じで、まあ、なんかセバあるね、第5選抜さん、あれ選ばれて、そこで初めて俺が東京さん、七海さんなんですよ。あ、七海博士、七海博士は小学校でか雑誌のさ、ね、細いんだけど左利きでね、で藤田俊也さんとか、ね、服部さんとかさ、うんうん、エロいやもうすげえな、もう美味しくなって思う。1つ絵、2つ絵ってやっぱ憧れだからね。でわーって言って、あ、長めだよ、長め飯食ってるよわかる、なんだけど。そしたらそこの横にいたのが、あの大島家人。あー、1つ下の国人。あー、国士官の最後までいけんのあー、ババー、俺のとこにジュースねえじゃねえかって言った。で、あいつここに入れてんの、隠してもらった。立ち悪い、ここは何でなんだよ、ババー。一番すげえな、ずっと敬語使ってた。後から聞いた、あいつ1年だよ。まあ逆に1年入るのすごいけどね。まあ後にね、レッツに入ってくるんですけど、大学1年、2年か1年で、レギュラーになって、2年で選抜選ばれて、じゃあなんか J リーグができた、たまたま J リーグができて92年か。そうだね、俺が大学2年で、俺高校卒業して2年目だから、そうだね、本日のお肉、こちらが厚切りのプラチナタン。プラチナタン、プラチナタン、プラチナタン、タンの一番あの根元の、タン元の一番柔らかいところ。でこちらがリブ芯といいまして、リブロースの真ん中、芯のところ。なるほど。でこちらが内もも肉、赤身、はい、赤身。こちらがハラミ。30ぐらいお腹いくんですよ。はい、焼いたらわからない。すみません、いえいえ。大学、まあ、自信をつけてたわけだね。そう、俺が3年生の時に初戦が筑波大学だ。その時に全スカウトが筑波大学を見てきた。そりゃそうだ、負けたことなかったんですけど、大会。なるほど。みんな俺初戦でもうどうせ勝てねえなと思って行ったら、俺がね、2点ずつおで勝ったの。あれで俺しかも自分の前日からボール奪って5人見て、そしたら見に来てたスカウトの人たちが、あいつは誰だ。そうだね、そうそうだ、あいつは誰だ。そしたら次の週ぐらいに馬渕さんって監督がいるんだけど、驚くなよ、お前これだけのチームからスカウトしたらって6チームから。へえ、まあでもね、覚えてるけどね、アントラ、アントラ、名古屋、名古屋、今まあ覚えてねえじゃん。今のレースみたいな。日立、日立、日立のテレビでしょ。あれ。あともう一チームがね、あそこ。覚えてねえじゃん。ガンバ、ガンバ。なんか俺関西とかなんかイメージがなくて。わかるわかる。まあ横浜の人としてはね、ちょっと関西ね抵抗があるっていうね。で最初はアントラーズ行ったのよ。あれ。練習だから。でもまだ俺3年生だからさ、まあ次の年だったけど。で、だからもうその時アントラーズめっちゃ強かったじゃん。あるシーンだから。はいはいはい。バリバリの子、うん、やべえって言って、ジーコいるからね、うん、俺試合するにもジーコだと思ったもん、やっぱり。でまだそのレイズの名前、日立、はいはい、行ったらロペスがいて、はいはい、カレッカもいなかった。カレッカいない、カレッカいないか。で最後に行ったのが浦和だったら、なるほど、みんな挨拶にたくさん返してくれるし、いやいや普通でしょ。いや結構ね、してくんのかった。ほんとごめん、アントラーズはそんな感じだったか。そんな感じ、ね、え、じゃあレイズ来た時だって俺いたでしょ。いたいた。あ、そこだね、初めてね、うん、まあ今年じゃないじゃん、来年の話だなと思ってたら、はいはい、浦和がまた来てくれたから、まあ、関口さんはちょっと帰ってきたね。関さんが何か会いに来てくれて、うん、ご飯食べに行こうって、新宿行くかな、なんか一緒にご飯飲みながら話してたら、やめてこないか、中退してくれないか。なるほど。えって言って、でもこんな、あんな高校にサッカー来なかった、大学も選択係、こんな人間にゲロのチームがやめてきてくれないか、こんな嬉しいもんないんだよ。でも両親からしたらさ、卒業してほしいわ。そりゃそうだ。何があったらもうどうするの、
高校も卒業してないでしょ。あ、したの？それしてる。卒業期出た？中学大丈夫？中学大丈夫。今更ダメだって言ったらどうしたの？で、大学出てほしい。はい、それは親で、なんか、でも俺は分かってるわけ、自分の単位。あ、足りてない。足りてない。卒業はできねえだろうなって。できねえんだよ。頑張れ、浦和と思って。でも、1年からしてもさ、いない。あと、J リーガーだし。そうだね、まだね。学歴としては、日大っていうのを。はい。まあ、卒業してないだろうね。だから、その揉めたんだって、結構。俺も知らなかったので。あ、そうなんだ、やっぱり。野球選手は結構多いんだよね。卒業してないけど、まあ、最終学歴でね。でも合宿とかはね、行ってるんだ。来て、だから J リーグ2年目、94年で、93年シーズン、まあ俺は一応チームで一番点取って、なんかこう、プロ契約して、なんか俺的にもちょっと調子乗り始めた時に、岡田が入ってきて、同じポジションだけど、ネタるわけでもなく、仲良く詰めてたね。本当だね、本当だよ。普通なんか嫌な感じするんだけど、全くタイプが違うっていうのも。そうだね、俺がチャンスメイクって見せるときに、ね、タイプは全く負けない。引退して20年経ってますけど、シュートの精度は変わっていませんよ。ああ、シュートだろ。これから入った。